伊藤長衛門は日本の土木技術者。公安工学の父と呼ばれる、広井勇の小樽港建設における後継者であり、小樽港をはじめとする北海道の港湾建設に生涯を捧げた。小樽港の生みの親と言われる広井とともに、小樽港の育ての親とも言われる。出生名は伊藤長氏。福井県大野郡戸田村出身。江戸時代は、庄夜、明治時代には、 小長や村長として、地域のために尽くした伊藤家の長男として誕生。少年時代は勉強に励み、学業では地元で右に出るものなしとまで言われた。一家の長男が家を継ぐのが当然の時代ではあったが、近代化の進む当時の日本にあって、父は旧来の慣習にはとらわれず、長男である伊藤に自分の好きな道へ進むよう告げていた。特に農林水産や、 土木建築が盛んだったため、伊藤は橋や港など建築の仕事を目指した。1899年、東京帝国大学の工学部に合格。ここで、伊藤は生涯にわたって、死と仰ぐ広井様と出会った。広井は帝国大学の教授を務める傍ら、小樽頃の防波堤の建築工事を手がけていた。より、良い国づくりを目指す広井に、伊藤は強く共感し、 彼の講義を熱心に受け、また時間があるごとに広いと土木工学について語り合った。小樽校1902年に東京帝国大学を卒業。広いの推薦により、旧北海道庁の技師として小樽蓄工事務所に勤務した。折しも小樽では1897年により、小樽校の工事が開始されており、日本では前例のない近代防波堤が建築されている。 最中であった。北海道では、本州や諸外国との連絡口といえば、函館港と小樽港のみであり、港湾建設は最も急がれる事業の一つだったので、ある。特に、小樽港は、天然の良港と言われながらも、日本海に面しており、荒波によって、家屋や人命が被害に遭っていたため、頑丈な防波堤の建築が急務となっていた。 尊敬する広いの期待に応えるためにも、伊藤は北海道でのこの仕事に生涯をかける決意をした。1908年、11年間にわたる工事の末に第一期工事として、小樽に北防波堤が完成。日本海の荒波の恐怖は消えつつあったが、これだけでは湾の半分を覆っていたに過ぎず、第二期工事は必死であった。翌1909年、広いが退任。 伊藤は、拾いの後を継ぎ、第二期工事として、南防波堤の工事に着手した。1910年、汽車での資材運搬のために、小樽港付近に駅が誕生。小樽港が、拾いや作業員たち全員の努力の結晶であることを、後世まで伝えるため、伊藤は、港を築くの意味で、小樽地港駅と名付けた。港湾工事における、伊藤の最大の功績に、 北海道ではまだ使用されていなかったケイソンの導入が挙げられる。当時、ケイソンは海上の浮きドックの上で作ることが一般的であったが、設備費がかさむ上、小樽港の面していた日本海は波が荒いために不向きであった。そこで、伊藤はケイソンを海ではなく地上で作り、それを海へ運ぶことを発案したのである。そんな方法は無理と誰もが否定したが、伊藤は 船が地上で作られてから斜面によって海へ運ばれることをヒントに地上で作った軽算を傾斜によって海に運びそこから防波堤まで運ぶ方法を編み出したこれが伊藤の考案した軽算浸水方式であるこれは世界的に見ても画期的な方法として世界中から注目された大幅な経費削減と工期短縮につながる上危険度も少なく かつ作業も簡単なため、この方法は日本国内外に広まり、世界中の湾岸工事で採用された。1921年、13年間にわたる工事の末に南防波堤が完成。全国初の大規模な近代的防波堤を備え、小樽港は国際貿易港として万全な体制でスタートを切ることができた。その後も伊藤は、 小樽港建設の経験を生かし、北海道各地の港湾建設に、残りの人生のほとんどを捧げた。ルモイ港、室蘭港、釧路港など、北海道内の主要な港湾、漁港、カラフトの港などは、ほとんどが、伊東の設計や思考によるものである。特に、ルモイ港は、世界的にも類を見ないほど波の強い場所であったため、すべての計算を、小樽で作り、 それをルモイへ開校するという、世界的に見ても、例のない方法の指揮をとり、公安工事上の問題点を解決した。私生活では、1909年に結婚、四男四女に恵まれた。1918年、父である先代の伊藤長衛門が死去。長衛門の名は、聖火の長男が代々襲名した家名であり、家風の休館に従って、加盟の長衛門を襲名した。 1936年に北海道庁退職、東京都に移住した。その後も港湾事務の職宅職員として道庁に勤めており、1939年8月11日に義師たちと共に北海道へ出発。朝に上野駅を立ち、3時間ほど座ることができず、夜は静観連絡船でわずかに眠り、翌朝に函館に着き、 北海道内各地を回り、19日夜の汽車で札幌へ引き返すという強行軍であった。各地を回った後に23日に札幌へ引き返したものの、26日に北海道大学病院から帰徳との知らせがあった。関係者が駆けつけた際は、すでに昏睡状態で会話もできなかったという。8月30日、死去。死因は流行性脳炎と判明した。 折しも東京で農園が流行する時期であり、伊藤も東京で感染したと推察されたが、口述するような性格から体に異常があっても、公害せずに仕事を強行し、その疲労が指揮を早めたものとも見られている。晩年の逸話として、死去前年の1935年夏、当時建設中だった、小樽の複合派堤の大事を求められた際に、いや、俺の次男かいらないよ、それより、 俺が死んだら骨を灯台の計算中のコンクリートの中に叩き込んでくれと語ったといい、結果的にこれが唯一の遺言となった。その意思に従い、伊藤の遺骨は生前好きだったご意思や用局などとともに防波堤の灯台のもとに埋め込まれ、平成期の現在もなお、小樽港を見守り続けている。禁厳な性格の広いサムとは対照的に、 伊藤の性格は豪直で負けず嫌いであった。仕事に対しては、広いに引けを取らないほどの厳しさで、部下たちを指導し、叱り飛ばした。普段の性格は寡黙で温厚であったが、怒鳴った時には誰もが震え上がり、雷親父とあだなされた。作業員たちが難工事に挑む中、伊藤は、広いの現場は、 自分の目で確かめようの格言を守り、防波堤の土台部分を確かめるため、自ら海中に潜っての確認作業を怠らなかった。この姿勢により、現場の作業員たちはいつも活気に満ちていた。現場から事務所に戻った後も、設計図の検討や計画の練り直しを現実のように徹夜で行っていた。事務所の明かりが翌朝まで消えないのは日常茶飯事であり、 町の人々の間では、伊藤さんはいつ寝るんだろうと噂に登っていた。一方では作業中、部下たちの疲労が溜まっていると見るや、絶妙なタイミングで仕事を切り上げた。その後は部下たちと共に、朝まで酒を酌み交わしたり、気分転換に囲碁を楽しむなども忘れなかった。皆を自宅に招いて、牛鍋を振る舞うことも、頻繁にあり、この時は上下の分け隔てなく部下たちに接して、 親睦を深めた。当時の防波堤建築の仕事派ともすれば、使徒と隣り合わせでありながら、誰一人不満を漏らさず、仕事を続けられたのは、こうした伊藤の思いやりが一つの要因と見られている。広井勇と伊藤は、指定関係であると同時に、親子同然の情愛で結ばれていた。広井が、筑工事務所を退任する際、伊藤を信頼して、後を頼んだという広井に対し、 伊藤はこれまでの礼を述べようとしたものの、涙のあまり声にならず、他の書院たちのもらい泣きを誘った。伊藤が書院一同代表として、送別の字を述べた際には、書長と言ったきり、あとは涙を流すだけであった。こうした人情家の一面を覗かせることで、前述のような雷親父でありながらも、部下たちに慕われ、親しまれた。拾いの没後。 1929年に、広井の銅像が混流されると、当時すでに、小樽執行事務所を退任していた伊藤は、小樽を訪れると真っ先に、広井の銅像に対面した。それを知っていた、事務所の技士たちは、伊藤の来訪の知らせを聞くたびに、銅像のもとへ人を派遣し、周囲を掃除し、鳥の糞を洗い落とさせていた。伊藤はある時に、先生の胸像のてっぺんに何か光る。 ダイヤモンドのごときものでも入れたら鳥も近づくまいと冗談を言っていたことすらあり、このことからも拾いを強くしたっていたことが伺われている。セメント新聞の創刊60周年を記念して出版された日本のコンクリート技術を支えた100人では、伊藤が以下のように評価されている。この世界的にも例のない計算の概要開講は、その後の公安工事を 飛躍的に進歩させるもので、港湾工事史上特筆すべき異業であった。小樽港建設には、当時の最先端技術が導入され、その中心を成したのが、小樽港の生みの親である、広井勇博士であるなら、確実にその技術を伝承し、開花させたのが、伊藤長衛門である。漁師の偉大な功績により、明治の初期から大正にかけた早々の小樽港は、 北海道の開拓、発展と密接に結びついて飛躍的に発展した。坂本ほか2009、P23 より引用、広井サ伊藤長江門良先生、共造機関実行委員会の事務局長を務め、小樽の市民運動の論客の一人でもある、石井信和は、伊藤が港湾建設の技術を小樽以外にも広めたことを高く評価している。タルの港は、 小樽のものであるが、小樽だけのものではない。という公共性のありようを現場で証明したのが伊藤蝶衛門に他ならない。一地域の成功はその地域の独占ではなく、他の地域にもノウハウを普及して新たな可能性へ挑戦していく糧にしていくことが本来の公共性のあり方ではないか。伊藤蝶衛門の功績は町づくりのネットワークのありようと公共のありようを示唆してくれる。 石井他 1999P43 より引用意図が偉いのは、自身や死にあたる拾いが、小樽港で編み出した新技術を、ルモイなど他の実行事業にどんどん応用していった点です。優れた技術を一地域に留めるのではなく、より多くの人が恩恵を受けられるよう広めていった点は、予算の分取り合戦になりがちな現代の公共事業とは対照的ですね。 真の後人だったと思います。倉抜き 1999P28 より引用。ありがとうございます。